ルンタメ日記。はい、こんにちは。もやもや探検家ルンです。今日も私の旅についての質問をいただいたので話していこうと思います。今日のお題は、旅先での移動ってどうやっているのということで、今回はヨーロッパ編を喋りたいなと思います。私は、ヨーロッパというか、会社を辞めてから結構すぐに、私の大好きなバンド、ピアノジャックっていうピアノとカホンの二人組が、なんかヨーロッパツアーするぞってなって、これはどうしても行きたいって思って行ったんですけど、で、その時私、会社を辞めてすぐカフェを始めたばっかりで、カフェが全然軌道にも乗ってなくて、お金があんまりなかったんですね。ほんでどうしようって思ってて、で、ヨーロッパ行こうと思ったら結構お金かかるじゃないですか。それで、で、その時にちょうど、なんかカフェがあまりにうまくいかないから、なんか人の流れをなんとか作りたいと思って、無料で海外から日本に来た旅人を家に泊めるっていうのをやってたんですね。そしたらなんとなく人の流れがあるから、なんとなくこう風が、空気が入れ替わるかな、みたいな。感覚と、あとは私は旅をしたいっていうのがすごいあったので、そういう人たちと一緒にいたら旅をするマインドがこう映るかなと思って、そういうことをやってたんですけど、でその時にそうピアノジャックのヨーロッパツアーが決まって、でピアノジャックのライブにヨーロッパに行きたいけど、あんまりお金がないからどうしようみたいなことを話してたのか、なんか忘れたけど、なんかの話のきっかけで、なんか、ヨーロッパだと、あれ止まってる？大丈夫かな？ヨーロッパだと、結構電車とかが高いから、なんかブラブラカーっていうのがあるよって教えてもらって、で、ブラブラカーっていうのは何かっていうと、そのヨーロッパの人たちが自分の車でどっかに行くときに席が空いてるから一緒に乗りませんかっていう、タクシーでもないし、なんていうかな、無料のヒッチハイクでもないし、ちょっと有料のヒッチハイク予約バージョンみたいな、そういうのがあって、それを教えてもらって、でヨーロッパってこう電車で行ったりすると逆に遠かったりして、で、まあ、そうやってブラブラカーで乗せてってもらうと、逆に早い時間で行けたりとか、で、すごい安かったから、それもそのドライバーによっていくらっていうのを決めてて、で、シート何シート空いてます、みたいな。で、それを教えてくれた人が、そのブラブラカーを、予約するには、例えば、どこどこっていう町からどこどこっていう町まで行きたいって言った時に、この直通のやつがなかったとしても、途中で大きな町が大体あったりすると、この2つ乗り継げばいいよみたいな教えてもらったりとかして、でそうやって私は、フランスのモンペリエっていうところに初め行ったんやけど、そこからフランスから国境を越えてイタリアのリ忘れちゃったな。なんとかっていう町まで忘れちゃった。ブラブラカーで行ったり、まあ、そこだけじゃなくて、結構いろんなところ、だから、その、ピアノジャックのヨーロッパツアーでもブラブラカーを使ったし、自分一人で、まあ、ピアノジャックのライブも一人で行ったけど、ポルトガルから、スペインに移動するのとかも、そのブラブラカーを使って行きました。それのすごい良いところは、その普通の現地の人と一緒に、乗せてもらうから、なんかその出会いがすごく面白くって、だいたい私はまあピアノジャックが好きだから、ピアノジャックの音楽を車の中でかけてみんなでノリノリになったりとか、あとはなんかその
イタリアから、じゃあフランスからイタリアの国境を越えるときに乗せてもらったときに、ちょうど私一人で、あとはなんか、女の人とその人の甥っ子さんで二人でなんか音楽のグループを、なんか伝統音楽のグループを作ってるって言ってて、その人たちライブに、ライブをするんだって言ってて、で、その国境を越えるとき、山の中ですっごい渋滞、大渋滞やったんやけど、でもなんかその、止まってる最中とかも、その人たちがすごい歌ったり、楽器をなんか演奏したりとか してくれてっていうか、別に私のためにしたっていうより、多分2人がやりたくてやってる。私はもうたまに寝てたりとかもしたけど、それですごいなんか楽しい時間を過ごしましたね。その時なんか、その、ピアノジャックのライブがその日の夜にあるから、やばいって思ったけど、9時からやったかな、多分9時からライブって決まってて、でもその人たち自身も9時からライブって言ってたから、ね、すごいなんかすごい渋滞やったけど、この人たちもいるからなんか大丈夫、きっと間に合うみたいな変な自信があって、やっぱりあの間に合いましたね。あとはなんかそう、あの海外ヨーロッパの人とかってすごい挨拶がね、このほっぺチュッチュッチュじゃないですか。だからそういうのをなんかすごいいっぱい経験して、なんか初めての人でもそうやってやるんだなとか、おひげがチクチクするなとか、なんかそのフランスとイタリアと国が変わっただけで2回と3回とか変わるんだなとか、その地域によってこうチュッチュッっていうところとチュッチュッチュのとこもあったり、あとはなんか1回すっごいパンパンの時があって、なんかドライバーさんと助手席の人と後ろ3人乗るっていうのがあって、なんか私があとはちっちゃいから真ん中に乗りなさいとか言われて、なんか私背がちっちゃいからか知らんけど、ですごい横にすっごいいかついお兄さん2人と、で前の人もめっちゃなんか背の高い、なんかみんな自己紹介タイムとか始まるんやけど、なんかその人がなんか I'm model って言ってすげーみたいな、モデルさんみたいな、はい、テンション、ね、みんなあのフランスの人とかイタリアの人とかってね、そこの国の言葉で喋ってくれたらいいんだけど、なんか私に気を使ってみんな英語で喋ってくれたりとかして、はい、すごい面白かったですね。うん、確かにどんな言語で喋ってたんだろうって気になってました。みんな一応英語で喋ってくれましたね。すごい朝早くに出て、なんかこう高速道路みたいなところで日の出を一緒に見たりとか、車の中からなんかすごい面白かった思い出しかないですね。はい、というあの私の移動手段ヨーロッパ編でした。何か質問ありますか、おみきゃんさん。でもなんかそういうのって怖いなとかって思わなかったですか。で怖いな、でも一応なんかそのデビューみたいなのがあるから、なんかそういうので多分いい人を選んだような気がするけど忘れちゃったけど、そうなんですね、うん、デビューとかもあるんです。デビューもあるし、なんか身分証をちゃんと提出してるとか、そういうのもあったりとか、なんかあんまりこう怖かった覚えがないですね。あの逆に電車とか、電車でイタリアの電車で一回ちょっとなんか少年たちに絡まれたのもちょっと怖かったけど、私がピアノジャックのライブに行って、でポスターにサイン書いてもらってやつをこう大事に持って電車に乗ってた時に、なんかすごい何回もペッてやりに来て、いやピアノジャックのポスターがみたいな、なんで結構必死にポスターを守ってましたね。はい、あとはなんか移動編というか、そのブラブラカーとはまた別で、その電車に、現地の電車に乗った時に、電車がめっちゃもうめっちゃなんていう、めっちゃ落書きがすごすぎて、窓の外が見えないぐらいの落書きがすごい電車に乗った時に、こう電車がこうなんかなんていう、向かい合って座る感じの電車 で、はい、で前の女の子たちもすごいやんちゃそうな、いかにもやんちゃそうな感じの女の子たちだったけど、でもなんか英語で話しかけたらすごいなんかすごい喜んでくれてっていうか、すごいテンション上がってるのが分かって、
すごい親切にここで何個目で降りるんだよとかめっちゃ調べてくれたりとかして、なんかそういうのも楽しかったですね。うん、はい。はい。以上、以上、旅の移動編、移動ヨーロッパ編でした。はい。はい。ありがとうございます。ありがとうございます。はい、なぜ心理学を学ばなくてもモヤモヤに隠れた宝を見つけるだけで会社に縛られずに 100% 人生を遊び尽くせるのか、時間と人と場所に縛られない秘密、3ステップ今だけ限定無料公開中です。下の概要欄の URL からメルマガ登録をしてぜひプレゼントを受け取ってください。では今日も見ていただきありがとうございました。もやもや探検家ルンでした。